はい、どうもこんにちは、レイです。まあ、今回は、ね、日本対ガーナやっていきたいと思います。まあ、注目選手は、あっちはまあ、トーマス・パーティーかな。あそこにいる、あの、アースナルにいるトーマス・パーティー。多分ね、ボランチだと思うんで、まあ、そいつのね、守備にだけ警戒してやっていけたらいいなと思います。そうしましたら、キックオフ。そしたら、日本対ガーナ、始めます。さあ、スタート。さあ、ふざけてたらね、今回もね、負けるんで、まあ多分エジプトなんか強くないと思うんだよね、個人的には。さあ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 、一発目からねクロスを上げていく。やっぱり結構楽に攻めれるな。やっぱ強豪とやった後にあのちょっと弱いところとやるとやっぱりね分かるよ、あレベル上の差が違うんなっていう、言うと攻めれるんです。攻められるんです、こうやって。危ない。やばい。一発目から泡を吹かせられてしまった。これはまずいね。うわ、しかももう一回やんのかよ。セットプレイか。やばい。危ない。もう一回？もう一回か。怖いなぁ。マジで怖えよ。マジ怖えよ、本当に。だってここはね、見てる人もね、多分ハラハラすると思う。コーナーキックは。マジ怖えから、マジで。たまたま入るとか、あるから。このまま行きたいけど、そんなうまくはいかない。ここは通しません。遠藤から大迫。あーダメだ、ちょっともうなんか目が痛くて全然集中できなかった一瞬。最悪だぜ。ああいう時ね、絶対にみんなね焦っちゃうと思うんだ。やつなんで見てる側がね、まあね、なんとも思わない。絶対にやってる側はマジで、あもうやばいやばい、やっちまった。あのね、マジでこのゲームにおいても一番大事なのは守備と、あれ、なんだろう、カーソルチェンジ。オフサイド？オフサイド。阪神派。やだーなー。わー、支配率も一緒よ。もう。ガーナはもうチョコレートだけでいいやん。あ、ダメだ。足りない。ガーナって何が有名？カカオ。カカオかな。これアフリカと大体カカオじゃねっていう勝手なイメージがあるけど。は、出たやんけ。ボール出ましたよ。審判買収してマジで。なんだよこいつ。ね、あの禁断の言葉はね、あんま言わないようにして。さあクロス来た来た、クロス入った。よっしゃ、頭で押し込んだぜ。いや久保うまい。ここで一人抜いて、ここでクロスを上げるんだよ。でね、長井が外からね、中にねヘディング。いやいいね、長井すげえ使える。マジでなんでこいつがさ、FC 東京にいるんだろう。海外行けばいいのに。なんで活躍できるよ。本当に。俺もお墨付きあげちゃう。いらんと思うけど。マジで強えの。そう。よーし、ナイス。シュートー。強いね。強いね、結構。あ、やばい。ダメだ。ふざけてたら、こう奪われる。やばいね。おう、うまい。うますぎなんだけど、うますぎなんだよ。ああ、ちょっとない、いない。ここでプレスかけていく。
あー、後ろから行くと、レッドカード食らうから、いけない。あ、やばい。あー、前抜けられる。あー、同点だな。ふざけんなよ。ぶち殺してやるぞ、ガナ、ほんとに。ふざけんなよ。誰だよ、ジョーダー言って。お前の顔がジョーダーって。ふざけんな、マジで。冗談は顔だけにしとけって、マジで。ふざけ、マジうぜ。お、押し込めるか？あ、押し込めねえや。ふざけんな、マジで。打ちのめしてやる、マジで、ほんとに。くそー。ああ、もうやばい。パスが乱れてる。もう、パワーで奪おうとしたのによ。打ちのめしてやるかな。あんな入んねえよ。あんな入んねえよ。キーパー正面だろう、ガンダの。ただ、このマークがマジで怖い。いやー。あ、まずい。これ結構いいボール来てる。あそこからドンっていうのもある。よし、ダクした。オッケー。ドリブルで上がってください。あー伸びちゃったか。すげえいいパスしたと思ったんだけどな。うまいな、マジで。マジでうめえ。ダメだ。どっちだ。まあ。ふざけんな。同点じゃねえかよ。ちょっとメンバー入れるか。調子のいいやつで。あ、伊藤潤。で、ちょっと、大抜擢、乾隆史。と入れたいと思います。はい、終わり。これでいく。いざ、出陣だ。いざ、後半戦、参ろう。さあね、伊藤潤也とね、乾を入れたんだ、俺は。あ、まずい、これは。危ないよ。何してんの、乾。首切るよ、もう、ほんとに。いくらでも選手いっぱいいるな。ああ、もうダメだ。黄色い家もなんかもう、カラシみたいなやつがいっぱいいても、わけわかんねえ。さあ、いいの来た。クロス！ふざけんなよ。ゴールキックになっちゃったじゃないか。ふざけんなって。打ちのめしてやるぞ、本気で、マジで。エキシビションバッジなんだから、本当に。後ろからスライディング入れてあげてもいいんだぜ。いや、きついね。いないんだな。即いない。もう、なんやねん。本当に。本当に、やばい。こいつ、絶対走ってくるやん。あ、やばい、もう。フィジカル強いんだ。危ない、危ない。俺の顔も動いちゃう、マジで。はい、ファール。入って、そりゃファルで6番。6番。俺の顔にビビったからってファルすることないじゃないか。そんなさ、俺の顔でビビってたらさ、ヤクザの顔もっと濃いからね。さあ、いい感じよ。いいんじゃない？ほら、来た。ほら、来た。言ったやん。そこは俺の得意コースなんだな。あれぐらいのスペースがあったら本当に入っちゃう。あそこは無理。そこ、スペースだった。オッケー。いいねー。もうね、このまま俺が1点あげたから、あっちあげたじゃない。俺が1点取ったから、ぶちのめせない。もう、あ、やばい。
で、1点取られたらもう1回ね、ぶちのめしてやる、本当に。さあね、あれファールなんじゃない、さっきの。怪しくない、レフリー。レフリー怪しくない。あ、ちょっと読んでた、読んではいたんだけどね。読んではいたんだよ。ただ、ボール取れないね。危ない。あ、まずいね。これはまずいね。あ、ダメ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 。やばい、ちょっと攻めきれない。攻め、めちゃくちゃ攻められてる。オフサイド、おまけしてくれよマジで。レフリーをぶちのめしてやろうかな、本当に次は。マジでレフリーぶちのめしてやるよ、もう。どこのドイツだよ、レフリー。レフリーのせいで俺多分5点ぐらい失ってるよ。レフリーも悪徳だわ、悪徳審判だよ。あ、もう、こねてる間、もう取るんじゃないよ。見せつけてあげてんだから、その個人技を。あ、まずい。これは大ピンチ。危ない、マジで。サイドに拾こうかな。そうだね、こねて、まあコーナーキックですね。まあここで決められてたらもうね、もう待ってね、パク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 しちゃう。何言ってるの、どっちだね。多分敵、多分敵じゃない。俺、いや、いないのよマジで。ああ、もう、はい、ファル。焦ってんじゃん完全に。もうビビってるよマジで。俺はね、ちょっといいな、俺はね、浮いちゃうって言うと、言おうと思ったけど。うわぁ、でも結構いいシュートだった。しょうがないからね。あれは、あれはね、クリアするよ。誰でも。あれは無理だ。あ、まずい、これは。しっかりね、裏を読んで、しっかり裏を読んでね、ディフェンスしていきたいんだよ。やばい、やばい、やばい、これはまずい。決まっちゃったの？え、決まったの？うわぁ、もう勝てねえ。もう勝てねえ、無理。ここで奪われたからもう無理。無理つえんだよ。マジでつえ。さあガーナ、もうほとんど時間のないところでよく追いつきました。最後まで粘っていればね、必ずチャンスは出てきた。あ、最後。いや最後ね。うわー、マジかよ。あと2分ぐらい粘れば勝ったもんよ。同点だよ。なんちゅう試合。うわ、ちょっと悔しいな。あんだけ攻めれてたのにな。2対2か。悔しいな。ちょっとかなって喋ろうと思ったこと忘れちゃったよ。うわ、最悪だぜ。うわ、次は勝ちに行きたいから、みんなチャンネル登録よろしく。